ハイブリッド度数を読む。ハイブリッド度数で、スケール、音階を考えてみる。半音階、クロマチックスケール。メンバー総出演。全部使う音楽ってないよね。半音階は、ピタゴラスが数学的に導いた人工的音階。基準音から1コロン2コロン3の規則で音の高さを決めていくときに、はじめにできる単純な比率、きれいに響く音が、メジャー度数を並べたメジャースケールだ。ロから始めると単音階、マイナースケールになる。ハイブリッド度数では小音を意図して考えます。マイナー度数でできる音階というのではない。西洋クラシック音楽の元になったのが、教会旋法の音階。イニサヨゴロのどこから始めるかで音程の違う音階ができる。イから始めるように移動させると違いが感じられます。イオニアン。ドリアン。フリジアン。リデイアン。ミクソリデイアン。エオリアン。ログリアン。教会で歌われる聖歌を理論的に考えた人工的な音階なので、イオニアン、エオリアン、2つがメジャースケール、マイナースケールとして生き残る。現代では教会旋法の音階のいくつか、何回いい感じとモードと呼ばれて復活している。マイナー度数だけ並べてみた。これはマイナースケールとは言わない。イから始めて。メジャーペンタトニックスケールと言います。ヨトナがいないのでヨナ抜き超音階。ニトロがいないのでニロ抜き超音階。琉球音階とも言います。陽気なメンバーが並んでますね。メジャーブルーススケール。マイナーブルーススケール。3人くっついてるところがブルージー。ブルーノートスケール。豪華な出演者です。ハンガリースケール。ペアが多いね。ナナちゃんの隣にもリーダーいます。ジプシースケール。
ナナちゃんがマイナーセブンになると。スパニッシュスケール。陽線法。陰線法。日本的音階です。民族音楽にはいろいろな音階があり、主要メンバーの並びで音階の感じが変わってきます。全音音階ホールトーンスケール。人工的に作られた音階。半音階、クロマチックスケールも。人工的に作られた音階。数は宇宙を支配している。